第3章、親子。第1節実施。着出の推定。第772条妻が婚姻中に解体した子は、夫の子と推定する。2、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に解体したものと推定する。父を定めることを目的とする訴え。第773条第733条第1項の規定に違反して、再婚をした女が出産した場合において、前章の規定により、 その子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。着室の否認。第七百七十四条、第七百七十二条の場合において、夫は、子が着室であることを否認することができる。着室否認の訴え。第七百七十五条、前条の規定による否認権は、子、または、親権を行う母に対する着室否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。着室の承認。 第776条、夫は、この出生後において、その着出であることを承認したときは、その否認権を失う。着出否認の訴えの出訴期間。第777条、着出否認の訴えは、夫が、この出生を知ったときから、1年以内に提起しなければならない。第778条、夫が生年非公権人であるときは、前条の期間は、公権開始の審判の取り消しがあった後、夫が、この出生を知ったときから、起算する。認知。 第七百七十九条、弱質でない子は、その父、または母がこれを認知することができる。認知能力。第七百八十条、認知をするには、父、または母が未成年者、または成年非公権人であるときであっても、その法廷代理人の同意を要しない。認知の方式。第七百八十一条、認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。認知は、遺言によっても、することができる。成年のこの認知。第七百八十二条、 青年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。胎児、または死亡した子の認知。第783条、父は、体内にある子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2. 父、または母は、死亡した子でも、その直系貴族があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系貴族が青年者であるときは、その承諾を得なければならない。認知の効力 第784条、認知は、出生の時に遡って、その効力を生ずる。ただし、第三者がすでに取得した権利を害することはできない。認知の取り消しの禁止。第785条、認知をした父、または母は、その認知を取り消すことができない。認知に対する反対の事実の主張。第786条、子その他の利害関係人は、認知に対して、反対の事実を主張することができる。認知の訴え。第787条、子。 その直系貴族、または、これらの者の,の法廷代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父、または母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。認知後のこの看護に関する事項の定めと、第788条、第766条の規定は、父が認知する場合について順用する。純正。第789条、父が認知した子は、その父母の婚姻によって、着出子の身分を取得する。2、婚姻中父母が認知した子は、 その認知の時から、着出子の身分を取得する。三、前離婚の規定は、子がすでに死亡していた場合について順用する。この詩。第七百九十条、着出である子は、父母の死を称する。ただし、この出生前に父母が離婚した時は、離婚の際における父母の死を称する。二、着出でない子は、母の死を称する。この死の変更。第七百九十一条、子が、父、または、母と死をことにする場合には、子は、 家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父、または母の死を証することができる。2、父、または母が死を改めたことにより、子が、父母と死をことにする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、全校の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の死を証することができる。3、子が15歳未満であるときは、その法廷代理人が、これに代わって、全2校の行為をすることができる。 4前三項の規定により、死を改めた未成年の子は、成年に達した時から、1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の死に服することができる。第二節、養子。第一巻、縁組の要件。養子となる者の年齢。第七百九十二条、成年に達した者は、養子をすることができる。存続、または、年長者を養子とすることの禁止。第七百九十三条、存続、または、年長者は、これを養子とすることができない。 後見人が、非公権人を養子とする縁組。第794条、後見人が、非公権人、未成年非公権人、及び成年非後見人を言う。以下同じ。を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ、その管理の計算が終わらない間も、同様とする。配偶者のある者が、未成年者を養子とする縁組。第795条、配偶者のある者が、未成年者を養子とするには、 配偶者と共にしなななければならないただし配偶者の弱筆である子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合はこの限りでない配偶者のある者の,の縁組第796条配偶者のある者が縁組をするにはその配偶者の同意を得なければならないただし配偶者と共に縁組をする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合はこの限りでない15歳未満の者を養子とする縁組 第797条養子となる者が15歳未満であるときはその法廷代理人がこれに代わって縁組の承諾をすることができる。2法廷代理人が全校の承諾をするには養子となる者の父母でその看護をすべきものである者が他にあるときはその同意を得なければならない養子となる者の父母で親権を停止されている者があるときも同様とする未成年者を養子とする縁組第798条未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、事故、または配偶者の直系貴族を養子とする場合は、この限りでない。婚姻の規定の順用。第799条、第738条、および第739条の規定は、縁組について順用する。縁組の届け出の受理。第800条、縁組の届け出は、その縁組が、第792条から、前条までの規定、その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。外国にある日本人間の縁組の方式。 第801条、外国にある日本人間で、縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使、または領事に、その届け出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定、及び全条の規定を準用する。第2巻、縁組の無効、及び取り消し。縁組の無効。第802条、縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。1、人違いその他の自由によって、 当事者間に縁組をする意思がないとき。2当事者が縁組の届け出をしないとき。ただし、その届け出が第799条において順用する第739条第2項に定める方式を書くだけであるときは、縁組は、そのために、その効力を妨げられない。縁組の取り消し。第803条、縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。両親が、未成年者である、場合の縁組の取り消し。 第804条、第792条の規定に違反した縁組は、養親またはその法廷代理人から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後、6ヶ月を経過し、または、追認をしたときは、この限りでない。養子が、孫族、または、年長者である、場合の縁組の取り消し。第805条、第793条の規定に違反した縁組は、各当事者、または、その親族から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。 公権人と非公権人との間の無許可縁組の取り消し。第806条、第794条の規定に違反した縁組は、養子、または、その実方の親族から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、または、6ヶ月を経過したときは、この限りでない。2、全行正しがきの追認は、養子が、青年に達し、または、行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。3、養子が、 青年に達せず、または行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項正し書きの期間は、用紙が、青年に達し、または、行為能力を回復した時から起算する。配偶者の同意のない縁組等の取り消し、第806条の2、第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていないものから、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後、6ヶ月を経過し、または、追認をした時は、 この限りでない。2、詐欺、または、脅迫によって、第796条の同意をした者は、その縁組の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、もしくは、脅迫を免れた後、6ヶ月を経過し、または、追認をしたときは、この限りでない。この看護をすべき者の同意のない縁組等の取り消し。第806条の3、第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、 その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、または、養子が15歳に達した後6ヶ月を経過し、もしくは、追認をしたときは、この限りでない。2、全条第2項の規定は、詐欺、または脅迫によって、第797条第2項の同意をしたものについて順用する。養子が、未成年者である、場合の無許可縁組の取り消し。第807条第798条の規定に違反した縁組は、養子、 その実方の親族、または養子に代わって、縁組の承諾をした者から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後、6ヶ月を経過し、または、追認をしたときは、この限りでない。婚姻の取り消し等の規定の順用。第808条、第747条、および第748条の規定は、縁組について順用する。この場合において、第747条第2項中、3ヶ月とあるのは、 6ヶ月と読み替えるものとする。2、第769条及び第816条の規定は、縁組の取り消しについて順用する。第3巻、縁組の効力。着出死の身分の取得。第809条、養子は、縁組の日から、養子の着出子の身分を取得する。養子の死。第810条、養子は、養子の死を称する。ただし、婚姻によって死を改めたものについては、婚姻の際に定めた死を称すべき間は、 この限りでない。第4巻、離縁。競技場の離縁と。第811条、縁組の当事者は、その競技で、離縁をすることができる。2、養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養子と養子の離縁後に、その法廷代理人となるべきものとの競技でこれをする。3、前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その競技で、その一方を、養子の離縁後に、その親権者となるべきものと定めなければならない。4、前項の競技が整わないとき、 または、協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同校の父もしくは母、または、養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。5、第2項の法廷代理人となるべきものがないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後に、その未成年後見人となるべきものを選任する。6、縁組の当事者の一方が死亡した後に、生存当事者が離援をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。夫婦である、 両親と未成年者との離縁。第811条の2、両親が、夫婦である、場合において、未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方が、その意思を表示することができないときは、この限りでない。婚姻の規定の順用。第812条、第738条、第739条、及び第747条の規定は、競技場の離縁について順用する。この場合において、同条第2項中、3ヶ月とあるのは、 6ヶ月と読み換えるものとする。利縁の届け出の受理。第813条、利縁の届け出は、その利縁が全庁において準用する。第739条第2項の規定並びに、第811条、および第811条の2の規定、その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。二、利縁の届け出が、全項の規定に違反して受理されたときであっても、利縁は、そのために、その効力を妨げられない。裁判上の離縁。 第814条、縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、利縁の訴えを提起することができる。1、他の一方から悪意で遺棄されたとき。2、他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。3、その他縁組を継続し難い、重大な自由があるとき。2、第770条第2項の規定は、全項第1号、および第2号に掲げる場合について順用する。用紙が、15歳未満である、場合の利縁の訴えも当事者。 第815条、養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により、養子と、利縁の協議をすることができるものから、または、これに対して、利縁の訴えを提起することができる。利縁による、福祉と、第816条、養子は、利縁によって、縁組前の死に服する。ただし、配偶者とともに、養子をした養子の一方のみと、利縁をした場合は、この限りでない。二、縁組の日から七年を経過した後に、全校の規定により、縁組前の死に服した者は、 利縁の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、利縁の際に称していた死を称することができる。利縁による福祉の際の権利の承継。第817条、第769条の規定は、利縁について順用する。第5巻、特別養子。特別養子縁組の成立。第817条の2、家庭裁判所は、次条から、第817条の7までに定める要件があるときは、養子となる者の請求により、 実方の血族との親族関係が終了する縁組以下、この間において特別養子縁組というを成立させることができる。2、前項に規定する請求をするには、第794条、または第798条の許可を得ることを要しない。養親の夫婦共同縁組。第817条の3、養親となるものは、配偶者のあるものでなければならない。2、夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が、 他の一方の弱質である子、特別養子縁組以外の縁組による養子を除く、の養子となる場合は、この限りでない。養子となる者の,の年齢。第817条の4、25歳に達しない者は、養子となることができない。ただし、養子となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。養子となる者の,の年齢。第817条の5、第817条の2に規定する請求のときに、15歳に達している者は、 養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達したものについても、同様とする。2、全校全段の規定は、養子となるものが15歳に達する前から、引き続き養子となるものに看護されている場合において、15歳に達するまでに、第817条の2に規定する請求がされなかったことについて、やむを得ない自由があるときは、適用しない。3、養子となるものが15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、そのものの同意がなければならない。父母の同意。 第817条の6、特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母が、その意思を表示することができない場合、または、父母による虐待、悪意の行きその他、養子となる者の利益を著しく介する自由がある場合は、この限りでない。この利益のための、特別の必要性。第817条の7、特別養子縁組は、父母による養子となる者の看護が著しく困難、または、不適当であることその他特別の事情がある場合において、この利益のため、 特にに必要があるるるるとと認める時にこれを成立させるもののする看護の状況第817条の8特別養子縁組を成立させるには養子となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間看護した状況を考慮しなければならない2前項の期間は第817条の2に規定する請求の時から起算するただしその請求前の看護の状況が明らかであるときはこの限りでない実方との親族関係の終了第817条の9養子と 実方の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了するただし第817条の3第2項を正し書きに規定する他の一方及びその血族との親族関係についてはこの限りでない特別養子縁組の離縁第817条の10、次の各項のいずれにも該当する場合において養子の利益のため特に必要があると認めるときは家庭裁判所は養子実父母または検察官の請求により 特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。1、養子による虐待、悪意の行きその他養子の利益を著しく害する自由があること。2、実父母が、相当の看護をすることができること。2、離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。離縁による、実方との親族関係の回復。第817条の11、養子と、実父母、および、その血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と、同一の親族関係を生ずる。 第4章、親権。第1節相続。親権者。第818条青年に達しない子は、父母の親権に服する。2、子が養子であるときは、養子の親権に服する。3、親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。離婚、または、認知の場合の親権者。第819条父母が、 競技上の離婚をするときは、その協議でその一方を親権者と定めなければならない。2。裁判上の離婚の場合には、裁判所は父母の一方を親権者と定める。3。この出生前に父母が離婚した場合には、親権は母が行う。ただし、この出生後に父母の協議で父を親権者と定めることができる。4。父が認知した子に対する真剣は。親権は父母の協議で父を親権者と定めた時に限り父が行う。5。第一項。 第三項、または全項の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父、または母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。六、この利益のため、必要があると認めるときは、家庭裁判所は、この親族の請求によって、親権者を、他の一方に変更することができる。第二節、親権の効力。看護、及び教育の権利義務。第八百二十条、親権を行う者は、この利益のために、 この看護及び教育をする権利を有し、義務を負う。居所の指定。第821条、子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。懲戒。第822条、親権を行う者は、第820条の規定による看護及び教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる。職業の許可。第823条、子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、全項の許可を取り消し、または、これを制限することができる。財産の管理、および、代表。第824条、親権を行う者は、この財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について、その子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。父母の一方が共同の名義でした行為の効力。第825条、 父母が共同して親権を行う場合において父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしまたは子がこれをすることに同意したときはその行為は他の一方の意思に反したときであってもそのためにその効力を妨げられないただし相手方が悪意であったときはこの限りでない利益相反行為第826条親権を行う父または母とそのことの利益が相反する行為については親権を行う者は その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。2、親権を行う者が、数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。財産の管理における注意義務。第827条、親権を行う者は、事故のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 財産の管理の計算。第828条、子が成年に達したときは、親権を行った者は、地帯なく、その管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育、および、財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第829条、全条ただし書きの規定は、無償で、子に財産を与える第三者が、反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。第三者が、無償で子に与えた財産の管理。 第830条、無償で、子に財産を与える第三者が、親権を行う父、または母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父、または母の管理に属しないものとする。二、全行の財産につき、父母が、共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族、または検察官の請求によって、その管理者を選任する。三、第三者が管理者を指定したときであっても、 その管理者の権限が消滅し、またはこれを解任する必要がある場合において、第三者が、さらに管理者を指定しないときも、全項と同様とする。4第二十七条から第二十九条までの規定は、全2項の場合について順用する。委任の規定の順用。第八百三十一条、第六百五十四条、および第六百五十五条の規定は、親権を行う者が、この財産を管理する場合、および全条の場合について順用する。財産の管理について生じた親子間の債権の消滅事項。 第832条、親権を行った者とそのことの間に、財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅したときから、5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2、子が、まだ成年に達しない間に、管理権が消滅した場合において、子に、法定代理人がないときは、全校の期間は、その子が成年に達し、または、公認の法定代理人が就職したときから帰算する。子に代わる親権の行使。第833条、親権を行う者は、 その真剣ににする子に代わって、を行う。第三節、親権の喪失。親権喪失の審判。第八百三十四条、父、または母による虐待、または悪意の意気があるときその他、父、または母による親権の行使が著しく困難、または不適当であることにより、この利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年貢献人、未成年貢献監督人、または検察官の請求により、その父、または母について、 真剣喪失の審判をするることができるただし、2年以内に、その原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。親権停止の審判。第834条の2、父、または、母による親権の行使が困難、または、不適当であることにより、この利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、または、検察官の請求により、その父、または、母について、親権停止の審判をすることができる。 2家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、この心身の状態、および、生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。管理権喪失の審判。第835条、父、または母による、管理権の行使が困難、または不適当であることにより、この利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、 未成年後見監督人、または検察官の請求により、その父、または母について、管理権喪失の審判をすることができる。親権喪失、親権停止、または管理権喪失の審判の取り消し。第836条、第834条本文、第834条の2第1項、または全条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、またはその親族の請求によって、それぞれ、親権喪失、 親権停止または管理権喪失の審判を取り消すことができる親権または管理権の辞任及び回復第837条親権を行う父または母はやむを得ない自由があるときは家庭裁判所の許可を得て親権または管理権を持することができる2全行の自由が消滅したときは父または母は家庭裁判所の許可を得て親権または管理権を回復することができるご清聴ありがとうございました